台湾の教育史では、台湾での教育事業の発展を外説する。文字を有しない、台湾原住民の教育に関する内容に関しては、言及せず、その内容は1627年に開始した、オランダ統治時代より現在に至るまでとする。1625年、台湾を、統治下オランダ行政長官、マーテン・ソンクは、本国に対し2から3名の宣教師の派遣を、 要請し、現住民への教家と布教活動を計画した。当初は、伝道方式の模索を主目的とする宣教師が派遣されたが、1627年6月に、ジョージアス・カンディニースが派遣されると、オランダ人により、台湾での教区が定められ、本格的な布教活動に着手した。1636年、オランダ行政長官は信仰に、最初の学校を設置し、 宗教教育以外にローマ字を用いた式自律向上のための教育も行われた。宣教師は現地語での布教活動を主張し、信仰語による宗教教育が実施された。具体的な方法としては、ローマ字により信仰語を記録すると同時に、教義に関する内容や祈祷文の教材が編纂された。宣教師のロバータス・ジュニアスが百四十三年に、 行った報告の中で、振興学校の学生は80名であり、その中の24名が文章を学び、8から10人は整った文章を記すことができると、ある。宣教師はこれらの布教活動以外に、フェイブラン語位などの辞典、振興後によるマルタ福音書など協議書を編纂し、現在当時の言語を研究する上で重要な資料を残している。 また、現住民と官人の土地契約に関する数多くの信仰語文書が残されており、現在信仰文書として伝わっている。前代主学台湾における一般教育制度を整備したのは、帝氏政権である。1661年、帝政公がオランダ東インド会社勢力を台湾から駆逐、翌年それを継承した定業は、陳久差しかとともに、 積極的に台湾での教育事業を整備した。1666年、陳久市川当時台湾の中心地であった上天府に台湾最初の孔子病を建立し、その左久市内に太学を設置した。これが現在の前大修学の前身である。大野学部は台湾唯一の官庇による教育施設であり、当時は官学、または 孔子病内に設置されたことから受学と称されていた。なお、歴史上の低成功は、彼自身の目標である、半身また、民を果たすことなく死去し、また、台湾と関連していた時期も短かったが、低成功は、台湾独自の政権を打ち立てて、台湾開発を促進する基礎を築いたこともまた、事実であるため、低成功は今日では、台湾人の精神的支柱として、 社会的に極めて高い地位を占めている。1683年、清朝による台湾統治が開始されると、安氏会高史郎は、無償教育を原則とする義学方式の西堤防書院を設立し、教育の普及を図った。その後も1704年の数分書院を始め、1683年から1895年の間に数十箇所の書院が設立された。 これらの書院は官辟もしくは官民共同により経営されており民間により書院が設立されていた大陸地区と異なる性格を有していた。新代の台湾での教育の責任者であった台湾婦儒学教授と台湾婦儒学訓導は台湾道及び台湾府に直属しておりその地位は官院以上に高かった。当時の台湾では儒学、儀学、書院以外に 小規模の民間により運営される処簿が存在していた。いずれも、八個分を主体とする教育体系であり、現代教育とはその内容をことにしていた。また、貧南語主体に教育を行い、北京緩和は補助的に使用されていた。警察官が教師をする、しげる道教育所建成小学校1895年、日清戦争に敗れた新町は、下関条約によって、 台湾を大日本帝国に割上し、台湾の日本統治時代が始まった。1895年7月14日、初代台湾総督府学務部長、伊沢修司が台湾の教育制度整備に着手する。その計画は、台湾に工学校を設置し、日本内地でも実施されていなかった義務教育制度の施行を兼議した。1895年、台湾総督府は、 台北市芝山岩に最初の西洋教育方式に基づく小学校を設置した。独子先生など一部台湾人の反発による事件も発生したが、台湾総督府の教育普及政策は推進され、1896年、明治29年には国語伝習所を設置するなど、台湾の教育制度を整備していった。台湾総督府立の高等教育機関を立てて、 台湾の修学率の向上を図った。これらにより1943年。またこの時期初等教育を行う、高学校、小学校、国民学校以外に、台湾原住民を対象にした、シゲルド教育所や、万人校学校も設置されている。中等教育では教育普及に必要な、教員確保のために公費による、市販学校制度を採用し、台北市販学校、 台南市販学校などが設立された。また教員育成以外にも、実業学校の設置にも重点が置かれ、農工商量などの学校が次々と開設されている。1928年に創設された台北帝国大学に代表される台湾の高等教育機関は原則日本人を対象としたものであり、台湾人入学者の数は限られたものであった。このため、 台湾人は日本本土の高等教育機関に競って留学し、敗戦の1945年の統計では、その累計は20万名を超えるほどになっていた。1945年、マッカーサーから日本軍武装解除の命を受けた中国国民党が来て、その後中国内戦に敗れ、逃避してきた中国国民党による統治が始まった。大日本帝国は、 第二次世界大戦に敗れて解体され、その後のサンフランシスコ講和条約の調印によって、日本は台湾を放棄することとなった。その当時の台湾は、日本統治時代の教育制度と大陸の教育制度が混在した状態となっていたが、1968年に義務教育9年制が施行され現在の教育体系が完成した。それは国民小学六年、 国民中学3年を義務教育としたものであり、その後の高級中学や高級職業学校に進学するというものである。高等教育機関としては大学や科学技術学院が設置され、それ以外に軍系関係の教育機関や5年生、専科学校も整備されている。ありがとうございます。